啓発宿泊研修施設、ワクワク体験館は、岐阜県蟹市にある、ガラス工芸体験講座や、宿泊などができる研修施設。指定管理者制度により、一般財団法人蟹市公共施設振興公社が、管理運営を行っている。体験型研修施設として、岐阜県蟹市の南部に、平成11年5月に開館した施設。美濃加茂市、蟹市、坂保議長。 富香町、川辺町、七草町、八大津町、白川町、東白川村、三竹町の西七町一村で構成する一部事務、組合化も衛生施設利用組合が設置運営する一般廃棄物処理施設、笹百合クリーンパーク内にある。きガラス、トンボ玉作りなど気軽に楽しめるガラス工芸体験から本格的に作品を作り上げる。 ガラス工芸講座などができる。他に体育館や宿泊施設も備えている。隣接する犬山市や近隣の名古屋市、春日市からも比較的近いため、学校活動や各種団体のサークル活動など宿泊を兼ねたガラス工芸体験での利用も多い。また、石塚岩三郎が江戸時代末期に現在の蚊西土田で製造していた。 土田ビードロの復元にも取り組んでいる。宿泊施設宿泊施設食事は自炊もしくは持ち込みとなる。グループ室、車イス対応室にはキッチンが備えられている。また、洋室用には共同調理室、食堂談話室がある。体育館卓球台などの設備は無料で利用できる。バスケットボールコートは公式ルールの基準を満たしていない。会議室グループ室は、 宿泊室として利用しない昼間の時間帯は会議室として貸し出される。日帰り入浴施設宿泊者用の入浴施設を日帰り入浴施設として一般に開放。吹きガラス講座の様子蟹市内の最寄り駅からの公共交通機関はタクシー以外にはない。名鉄西蟹駅、蟹川駅からタクシーで約15分。蟹市が運営するコミュニティバスがデマンド運行されている。 ありがとうございます。